ケースという言葉が2016年のパリ自動車ショーでダイムラベンツのデータチェッツェ会長が放った言葉で、まあ以来ケース、コネクト、オートノーマス、S はサービス、シェアリングですね。そして電気自動車 E。もうこのケースという言葉で、まあ自動車の作り方がまあ変わってくる。まあ社会が変わってくる。まあそんな期待があるわけですけども、まあこのケースという言葉の中の特に S の部分、サービス、シェア。これはですね、例えば2018年頃から MARS という言葉に少し置き換えられて、すごく言葉が一人歩きしているようなところがありますけれども、まあ、MARS というのはモビリティ・アズ・ア・サービス。まあ、つまりモビリティ、自動車産業、自動車、モビリティは、まあ、サービスとして考えなきゃいけないよと。つまり車を作って売るだけじゃなくて、それを世の中に出て、その自動車が人々の生活のためにどういうふうに、便利になっていくのかということを考えようというのが、まあ、MARS の理念なんですね。でこの言葉が一番積極的に出てきたのがですね、実は、まあ、フィンランドのヘルシンキという街ですね。で、フィンランドはすでに自動車産業がないですから、ヘルシンキでは、例えばそうですね、十数年後には自動車所有ゼロを目指す。まあ、つまり、人々は、まあ、趣味の車は別でしょうけど、車を買うということよりも、車をシェアリングしようというところに、まあ、新しい社会を、まあ、シフトしてるんですね。で、そこから生まれたマーズですから、例えば今ヘルシンキの街に行くと、まあバス、トラム、あるいはシェアリング、レンタカー、いろんな乗り物をワンアプリで全部利用できるというのが、まあ、ヘルシンキから生まれたマーズなんですが、まあ、この言葉が今日本の中にも浸透してきて、いろんなところでマーズという言葉が出てきています。まあ、特に地方都市の場合は、まあインバウンドの観光客を多く呼び込みたいですから、まあ、MARS という言葉を使って、まあ、移動の多様性、あるいは移動の利便性ということを、まあ、打ち上げているんですね。で、この MARS はあまりにも概念が広いので、MARS の中には、その観光としての、まあ、旅行者が自由に移動できるという部分もあるし、まあ、あるいは、ドライバーのいない車のロボットカーのロボットタクシーみたいなものもあるし、まあ、あるいは少し公共交通的な、まあ、無人バスみたいなものも考えられていますから、まあ、いろんなものがこのMARSの中に入ってきてるんですね。ですから、MARSと一口で言っても一体どのことを言ってるのか、まあ、ハードウェアの話と、ソフトウェアの話と、まあ、サービスの話と、まあ、そういったところに、MARSの少し多様性が見え隠れしています。ですから、MARSはその先に具体的に何をするんだということまで、少し考えていかないとですね、MARSという言葉だけが一人歩きすると、10人の人にMARSと言っても、10人、10通りの、まあ、解釈がありますから、なかなか共通の議論というのはできないと思うんですね。まあ、それが現在のMARSの実情だと思います。